いよね。いいか、ヤツが復活したらまずは俺たちがヤツをねじ伏せる。そこから先はおめえの出番だ。今度は吸収されるなよ。うん、もし吸収されたらどうするんだ。そん時はぶっ飛ばすしかねえな。また復活したらどうすんだよ。時はまたまたぶっ飛ばす。ぶっ飛ばされるもんか。そこは吸収されるもんかっていうところだ。俺は負けねえぞ。僕も負けるもんか。簡単よ。随分と骨の折れそうな仕事ですね。折れても牛乳飲めば治るんだろ。大丈夫だ。怪我してもみんな俺が治してやる。それでも治らねえやつは俺が改造してやる。よし、見せてやれガブリ、お前の力を。うん、僕は負けない。頼むぞ。してやがる。ああ、島から力を吸い上げてやがったんだ。それも我々をしっかりと観察しながら。そうでなきゃ面白くねえ。未来の人類に託されたプレゼント。善なれば幸福をもたらし、悪なればそれを滅ぼす。互いに憎み合い、奪
そして殺し合う。確かに私たちは善人とは言えないわ。世界を焼き尽くす兵器をめぐって多くの人々が命を落とした。その秘密を守るために私自身も多くの人たちを裏切り犠牲にしてきた。ロビンちゃん。でもそれだけじゃない。この世界中にささやかな幸せをかみしめてささやく暮らす大勢の人がいる。風車の周りみかんのなる島に私の帰りを待つ人たちが。腹を空かせた連中のために飯を作り続けるクソコックどもが。地域に剣を教え続ける男が。いつ帰るともわからぬ友を待つ可愛いクジラと、それを見守るご老人が。それぞれの野望の火を絶やすことなく己の道を突き進む三人の子分たちが。雪の降り積もる城でたくさんの人を治し続ける医者が。水の都で船を作り続ける熱い男どもがいる。そんな奴らをみんな悪って枠に当てはめて滅ぼすつもりならこのままお前を放っておくわけにはいかねえ。ルフィたちと一緒にいて分かった。何が善か悪かなんて僕たちが一方的に決めつけていいことじゃない。人間は完璧じゃない。完璧じゃないから夢を見るんだ。そして今人間たちはその夢に向かって船を走らせている途中なんだ。もしかしたらその船は間違った方向に進むことがあるかもしれない。でも僕たちがその後悔を一方的に終わらせるなんて絶対。エラーをパクリ、修復が必要だ。直ちに回収作業に入る。お前にできねえことは俺たちがやる。俺たちにできねえことをお前がやれ。貴様らのデータはすでに解析済みだ。 100% 負けることなどありえない。ガブリが言っただろう。俺たちは夢に向かって船を走らせている途中だ。俺たちがいつまでも同じ場所にいると思うなよ。お前に俺たちは止められねえ。私の名は